宝部表彰は24年1月13日は、日本の軍人、政治家。海兵15期主席。最終階級は、海軍大将。栄点は、ジュニー、君一等校3級。宮崎県都の城市出身。妻の、稲は、山本ゴ兵衛の娘。都の城藩士、宝部宮城の次男。攻撃者を経て、明治22年。 海軍兵学校15期を主席で卒業。明治26年、日清戦争で出生。日露戦争では、大本営作戦参謀を務める。以後、海軍次官を務め、大正8年、海軍大将。加藤智三郎内閣で、海軍大臣となり、その後、第二次、山本内閣、加藤公明内閣、第一次、若月内閣。 浜口内閣の4内閣において、会唱を務める。昭和5年、ロンドン海軍軍縮会議において、若月玲二郎らと共に全権となり、同条約に調印した。しかし、海軍軍令部はこれに著しく不満で、犬飼い武士や鳩山一郎らが率いる、声優会と協力し、同会議における、浜口内閣の行為は統水県艦板に当たると、攻撃した。 宝部は、同条約が批准された翌日に解消を、辞任することとなった。1932年4月、海軍大将の年齢満限により、交尾役となり、現役を去った。昭和24年1月13日、肝臓癌のため、目黒区駒場の自宅で死去。帝国海軍の人事制度では、海軍兵学校の卒業席時を基礎とする。 ハンモックナンバーが大きく影響し、平学校同期生の間で、進級や補食に差がついた。ただし、平学校の下の木のクラスヘッドが、前の木のクラスヘッドを超えて進級することはなかった。また、後続の海軍士官は例外であった。後続の海軍士官は、大佐への進級までは、クラスヘッドと同時に、少々への進級からは、クラスヘッドを超えて進級した。 宝部は、平学校15期クラスヘッドであり、クラスメイトの広瀬武雄が、宝部の学府となる、山本ゴン衛に、宝部は、あんたの娘をもらわなくても出世できる男だと、言ったように、最初から出世が約束されていたとも言える。しかし宝部は、山本ゴン衛の女性として、山本の意向により、異例の早さで進級し、宝部新郎と陰口を叩かれた。宝部と、 兵学校15期のクラスメイトである、岡田圭介は、回顧録で下記のように述べている。私のクラスでは、宝部が、宮様並みに、どんどん進級してゆくだけで、私はなかなかうだつが上がらなかった。岡田圭介、兵15期クラスヘッドである宝部は、大正2年12月に中将に進級している。兵15期の前後となる兵10期、兵18期で、 海軍中将以上に至ったもののうち、主なものに立候補されているものから、適宜選定の兵学校卒業席時と中将進級時期は、以下の通り。宝部のクラスである兵15期については、日本陸海軍総合時点に立候補されており、かつ、中将以上に至ったものを、すべて挙げた。兵学校卒業席時の出典中将進級時期の出典 日露戦争の海軍外戦士期に集った連合艦隊各部の指揮官及び海軍省と軍令部の首脳。ありがとうございます。